さあフロントロー横田ビリルのカラーリングのマシンに乗っています。そのお隣カーナンバー10番の大西達也はフォーミュラ K のカラーリング。さあスタートは切られました。スタートさあ横田大西いいスタート。1タトル、そしてそのアウト側の坂、2コーナーではどうなっていくか。横田大西のオーダー、3番手久富スピードを上げてきているか。そしてその後ろから大島亮介一気に、これはヘアピン飛び込みたかったがこれはダメ。さあ逆に坂博之ドロップしてしまいました。坂博之はドロップ、ヘアピンからの立ち上がりで大島亮介が3番手入場。その後ろからさあ1台ついていったドライバーがいるが、鎖骨から立ち上がってきて、カーナンバーは17番の木戸太陽だ。木戸太陽、しかしバックストレートエンドで大島がまたもや3番手に浮上。トップは大西に変わりました。今シーズンまだ表彰台はありません。大西2番手に横田、3番手に大島は1コーナーで飛び込むつもりだ。1コーナー大島亮介、タイトルの奥を一気にバッカー、2コーナーでも行った。大島亮介一気にトップ浮上。6番手スタートから一気に飛び込んできました大島です。そして後ろがかなりのお団子と接触、久富と坂が接触しました。立ち上がりはどうか。坂が4番手、5番手には横田、そしてその後ろにいるのは高橋義孝ですね。さらにカーナンバー16番加藤、さらに黒いレーシングスーツ、遅れてしまったのは久富圭です。先ほど接触のあった久富圭は後ろから2番目までドロップをしてしまいました。最終コーナーからウスヒも立ち上がってまいります。接触などありましたけれども、現在のところ電車が周回をしています。そして2コーナーのところでは久富圭がもう一度順位を復活するべく前のドライバーをパスし始めました。先ほどヘアピンのところで接触してしまったのはカーナンバー14番の久富圭と、そしてカーナンバー3番の坂博之です。その久富が順位を戻すべく前の高橋義孝、カーナンバー13番を狙っていきます。トップは大島亮介、2番手に木戸太陽、3番手には大西、4番手には坂というオーダー。坂博之そろそろ反撃に入りたいところ。2コーナーに向かってマシンを1番に切った。2コーナーで坂博之3番手に浮上。大島亮介、先ほどのタイムトライアルでは6番手と振るいませんでしたが、一気にスタート直後からポジションを上げてきて、そしてカーナンバー17番ピンクラムの木戸太陽もスタート直後から2番手、そして鎖骨棒、ここはもう中部圏の意地といったところか。大島はしかしクロスラインでトップに戻ってくる。そして坂博之バックストレートエンドでインサイド入ってきた。これは文句なし2番手浮上。大島坂のマッチレースになるのか。3番手に木戸、4番手に2番手スタート大西と続いていきます。久富圭も第2集団トップまで上がってきた。その後ろに横田、高橋と続いていきます。さあ横田がここで動く。第2集団のトップも入れ替わっていく5番手争いです。 FP3 かなり激しいさ。大島と坂、2コーナーから3コーナー立ち上がりで坂が前にいましたが、大島がこれをヘアピンで戻していく。鎖骨も大西が仕掛ける。3番手入場、大西3番手入場。木戸はクロスラインどうか、横並びまで持ち込んだけれども大西が前、後ろから高橋義孝も近づいてきた。バックストレートエンドで木戸が3番手入場。かなりのシーソーバトル、 FP3 にしては激しすぎるような、お兄さんたち最後待てないですかというような、そんなバトルになっております。トップ大島、2番手に坂、前回中山大会でもトップ争いをしました。この2台が後ろを引き離しています。3番手には木戸、4番手には大西、5番手高橋、後ろからヘアピンのところでは横田が飛び込んできまして6番手に浮上です。その後ろに久富、
里見系綿小坪でも結構ゴリゴリ入ってきます。里見ちょっと厚いも出てきたか。バックストレートエンド前4台と後ろ4台、その間に1台単独で高橋というオーダーになってきました。集団の方が分かれてきています。6周終了、7周目に入っています。トップは大島、2番手坂の後ろからだんだんと広が近づいてきた。トップ2も簡単には逃がしてもらえそうにありません。ティーム平野木戸太陽、ここ中部を本拠地とするチーム。鎖骨も入ります。坂ひろゆきの前に立ちました。バックストレート、今度は坂は木戸の後ろにピタッとつけていきます。トップの大島亮介は近畿のドライバー、2番手木戸が中部、3番手4番手も近畿のドライバーという形になっていますね。そして5番手の高橋のインサイド、東地域からの殴り込み、横田が上がっていきます。去年の東地域 FT3 のチャンピオン横田、今シーズンは西地域の第4戦が APG 地元であることで今回この水波から参戦をしてきました。横田、後ろには久富、さらには今回水波が初レースという高橋吉高、加藤、うすひと続いています。5番手争いは5台の一団となっています。前4台、後ろ5台にパクッと分かれて、おーバックストレートエンド、久富結構キワキワで入ってきています。鈴鹿などでは上位争いをする久富ですが、この予選ヒートでは接触もありながらこの第2集団からはなかなか抜け出せずにいます。さあこれで8周終了、予選ヒート折り返し、残り周回数は7周となっています。トップ4なんですけれども、大島が逃げるでもなく、4番手の大西が離されるでもなく、4台がパックとなって走っています。木戸の後ろから3番手坂はまだまだタイヤなどを温存しているかのような走り、今は木戸に引っ張っていってもらっているような状態ですね。一方その木戸なんですけども、前の大島にじわじわと近づいてきている。坂としては木戸が大島を捕まえるまでは木戸の後ろで我慢我慢といったところでしょう。中盤らしい展開となっております。ホームストレート、九州終了、残り周回数が6周です。トップ2タイムギャップはほんまに木戸がそれを詰めてくる。さあどこで動くんでしょうか。ヘアピン、間合いとしてはいける間合いまで詰まってきました。トップ4です。これは完全に大島のミスを伺いにかかっています。来た、タコツボ、木戸はタコツボに仕掛けていきまして、トップ入場。坂ひろゆきはこれを待ってましたとばかりついていきまして、バックストレートレトで狙う。坂ひろゆきこれ決まった、トップ入場。さあしかし後ろのドライバーたちもまだまだ余力はある。これは最後まで予選ヒートからバトルになりそうです。坂もこれ決まったものの逃げられはしません。1コーナースリップから抜け出した軌道、ついてきた大島、さらに大島2コーナーでインサイドにマシンを振るが、これはダメ。一瞬で順位がくるくると入れ替わっていきます。これぞ KT バトル、これぞスリップの使い合いができる水波ならではのバトルとなっています。そして5番手争いの集団では5番手横田と6番手久富がテールティーノーズで前を追っています。その後ろに加藤、さらに高橋、宇須比というオーダーとなっております。バックストレートエンドで大島がインサイド入っていきたい、これはどうか、キワキワですが大島亮介トップに浮上。さあまだまだ続くぞシーソーバトル、大西は一体どこで動く。前の3台のバトルをじっと見ている4番手の大西、どこで動いていくでしょう。さあそして1コーナーではまた軌道、大島が、いや坂がついていくという、軌道が行って2番手のドライバーがついていくというパターンが繰り返されています。残り周回数は4周。さあ今度も先ほどのように捉えるとしたらバックストレートエンドなんですが、
木戸も先ほどからさんざんその手を振ってきておりますので、そろそろ警戒をするでしょう。タコツボからの立ち上がり、ここで2番手3番手バトルが起きますと前の木戸を逃がしてしまうことになる。さあここは踏ん張りどころ、大島も我慢のしどころ、2人で木戸を追いたい。 S 字から最終コーナーへ向かっていく大西も近づいている。大西も近づいています。最終コーナーから立ち上がって残り周回数は3周、もう一度木戸との間合いを詰めていく。2番手3番手ランキングトップ2のドライバーです。さあどうだ、ここのヘアピンでまず坂が入っていった。立ち上がり一番インサイド大島ですが、これは若干失速、アウト側に大西がいた。今の大島はちょっと見えなかった感じですね。大西もビビったと思います。さあそしてタコツボのところでは坂が入った、タコツボで坂が入った。さあこのシーソーバトルはどう決着つくのか。後ろでは大西が3番手に浮上しています。そしてここで横田と久富も追いついてきまして、これは上位陣のバトル分からなくなってきました。残り周回数は2周、トップ2坂は逃げ切れるか。まあまだまだ決勝というね、長いバトルがありますので、ここは当たらず行きたいところ。木戸そして大島とそれぞれアプローチをしていきますが、順位の入れ替わりありません。ヘアピン、ここは大島が仕掛けていきます。大島亮介、後ろから横田もインサイド立ち上がっていく。どうか、3番手争い、タコツボに向けて横田が前に出てくる。これは横田、しかし大島鬼ブレーキングでタコツボ飛び込んでいく。大西もついていく、アウト側から横田、大島、そしては後ろから久富が来た。バックストレートエンド、どうだ、大島ブレーキング、おー接触接触、横田がコースアウト。久富が3番手に浮上、久富3番手浮上、4番手に大西、5番手に大島というオーダーになって、残り周回数1周です。ファイナルラップ1コーナー、起動、飛び込む、坂ギリギリのところで防ごうとしましたが、これは難しかった。木戸がトップ、2番手坂、3番手には久富、4番手に大西というオーダーになっています。5番手はこれは16番の加藤ですね。大島は6番手までドロップしています。さあそしてタコツボのところでは大西が久富をかわしまして、ワンポジションのアップ。さあこれがファイナルラップ、トップ2もそうそう簡単にはいかせません。3番手争いは大西が守っています。3番手争いは大西が守っている。最終コーナーから立ち上がってくる、トップはタイトラ5番手だった木戸太陽、決勝ポール獲得。2番手坂、3番手大西、4番手久富、5番手に加藤、6番手大島、高橋、宇津木、そして横田というオーダーでチェッカーです。